ここスリーベースにできないですね。これ大和の足でしたらね、スリーベースにワンアウトですからね、いける足を持ってますから、行くと結構展開変わるんですよね、そういうところチャレンジしてほしかったですね。今のは今の打球でスリーベースにするためにはどんな走塁技術が、走塁技術よりもとにかくチャレンジですよ。チャレンジですか。やっぱり左中間右中間はヤマトクラスの脚力でしたらやっぱり際どくはなると思います。